小栗城は茨城県筑生市共和町にあった日本の城、小栗方岩で有名な小栗市の居城。戦国時代には宇都宮市家臣を親家しの居城にもなっている。古海川砂岸に面した丘陵城に位置する。平安時代末期に大城市の文家の小栗市が築城し小栗市の居城として代々使われてきた。室町時代には小栗光への乱の舞台となり、 小栗城主、小栗光みら京都府知州が反乱を起こして、鎌倉府の足利持氏と激戦を繰り広げたが、鎌倉府軍の大軍に反乱軍の多くは、列戦を強いられ、最終的に、小栗城で自陣したため、小栗氏は没落した。小栗光みの乱後は、小栗城及び小栗りミクリアは、鎌倉不良となったが、足利持氏氏を都つ後に、有機合戦で、 小栗女中が先行を挙げたため丘陵に復帰することを許され、小栗氏の家督を継承した。しかし、京徳4年に、足利重氏からの攻撃を受け、小栗氏は滅亡した。小栗氏滅亡後も、小栗城は、廃城とならずに使用され続け、戦国時代には、ケ谷国の戦国大名宇都宮氏の、家臣親家氏の居城として、坂戸城と共に、小田城主の小田氏、 有気家臣で、下立城、下田城主の水谷氏に対する宇都宮氏の防衛拠点として使用されていた。天文21年、小宅直司が城主の時有気氏に攻められ一度は、有気氏の手に渡ってしまうものの、A63 年に宇都宮広綱によって奪還されている。ありがとうございます。